では、スタッフキャストよりご挨拶をいただきたいと思います。おはようございます。いつもここの劇場に来てくださる方はもう礼儀正しくていつも感謝しております。朝早くからどうも本当に満員になってもうすごく嬉しいです。もう僕の仕事は、もう映画を作り上げて終わってます。あとはもう本当に料理人と一緒でお料理をもう出しましたので、あとは終わった時に美味しかったって言ってもらえれば嬉しいなと思います。今日はゆっくり楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございました。東野です。なんで自分がここにいるのかよくわからないんですけど、非常に面白い映画だと思います。皆さんも今日お帰りになるときに、その面白さの余韻に浸りつつ、本屋さんに寄っていただけるとありがたいなと思っております。ありがとうございます。楽しんでください。皆さんおはようございます。なんか学校の先生みたいですね。ようやく、公開日を迎えることができて本当に嬉しいです。今日雨が降らなくてよかったなと。撮影中は、雨がずっと降っててですね、監督から、藤木君が雨男だとね、責任をなすりつけられてたんですけれども、今日は、雨が降らなくてよかったです。面白い映画に仕上がったと思いますんで、ぜひ皆さん楽しんでいってください。ありがとうございます。さあ藤木さん、一つ質問なんですけれども、これから映画をご覧になられる皆さんにぜひこのシーンに注目してほしいというところがあればお願いいたします。全部のシーンにこう思い入れがあるんでね、全部のシーンと言いたいんですけれども、途中で一回仲間さん演じるジュリと、別れるシーンがあってですね、そこがとっても切なく、素敵なシーンに仕上がったんじゃないかなと思います。夜のシーンでね、ライトを結構焚いて撮ってたんで、虫が飛んでたりとかするんですけれどもそういうのが気にならないぐらい、素敵なシーンになったと思います。おはようございます。今回葛城ジュリを演じさせていただきました。すごく見ていてワクワクドキドキする作品だと思います。皆さん最後まで映画の世界観に浸って楽しんでください。ありがとうございます。さあ仲間さんからも注目するシーンなど教えていただければ。そうです。はい。今小さいお子さんの声が。そうですね、今日はすごく女性のファンの方がたくさんいらっしゃって、私を誘拐してっていう文字まで頑張って作ってこられていて、最初のやっぱり冒頭のその私のセリフで私を誘拐してくれっていう佐久間に頼むシーンがあるんですけど、そのシーンもすごく幻想的で、ぜひ見ていただきたいと思います。おはようございます。おはよう。はえーな。私を誘拐してどうもおはようございます。お見事です。以前から監督の撮られたフォーカスという作品が大好きで、いつかご一緒したいと思ってまして、今回実現できました。それから藤木君はじめ他のキャスト、スタッフの皆さんと非常にいい楽しい仕事ができたと思ってます。先日も試写で見たんですが、すごく上質な作品に仕上がっていると思います。
今日は皆さん最後までどうぞごゆっくり。ありがとうございました。おはようございます。安藤純平役を演じさせていただいた伊沢ですけども、あれですね、これだけたくさんの方がいらっしゃるのはすごい嬉しいことだと思うんですけども、全員が一斉誰か喋るときにこう なんて言うんですか、双眼鏡って言ったらちょっと、あ、オペラグラス、あ、オペラグラス、オペラグラスをザッてやるのは 3D の映画じゃないんで、なんかね、ちょっとびっくりしちゃうんですけど、僕は今回、ちょうどクランクイン、この映画自体がした後に急遽お話をいただいて、僕もちょっと夏のイベントライブ中で急なお話あったんですけども、参加させていただいて本当に光栄に思います。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に藤木さんの方から、ご挨拶をお願いいたします。今日は本当に朝早くからね、こんなに大勢の人が集まってくれて、本当に嬉しいです。感謝してます。これから始まるゲームに思いっきり振り回されて最後まで楽しんでいってください。そして、この謎がね解けた後にもう一回見るとですね、3回ジュリのね本当の心というか女心が、とっても伝わるまた別の映画になって見れると思いますので、ぜひこのゲームコンティニューしてほしいなというふうに思います。今日はありがとうございました。終了させていただきます。皆さん本当にどうもありがとうございました。